はい、こんにちは。今日は2021年山梨大学の問題です。問題はこちらです。 N を自然数として2の階乗分の1たす3の階乗分の2たす4の階乗分の3たす点点点の N たす1の階乗分の N イコール1マイナス N たす1の階乗分の1を示せといった問題ですね。この等式を示したいということなんですが、今回2通りでやってみたいと思います。まず1つ目なんですが、ここの左辺はですね、シグマの形で書いてみると K イコール1から N までの K プラス1の階乗分の K という形で書けますよね。で、これがこの形になることを示したいよってことなんですが、これは、2つに分けられますよね。K イコール1から N までの、ここ K プラス1マイナス1としてあげれば、ここ K プラス1、こっちとこっちに2つに分けられるよと。で、こっち側って言うと K プラス1で割れるので、つまり、K の階乗分の1になりますね、こっち側は。で、こっち側は残りのマイナス、K プラス1の階乗分の1と。これが残りますよと。つまり、ここ FK としてあげれば、ここは FK たす1っていう形になっているよと。この番号1個違いですね。ですので、この差を求めたいということですね。それまず、K が1の時には F1。これは要するに F1 引く F2 ですね。たす、K が2の時には F2 引く F3 ですよと。K が3の時には F3 引く F4 ですよと。これをずっと足していくよと。で、最後まで足していく N までですよと。Fn マイナス Fn たす1ですよと。これ計算すると、結局この斜めの部分がブワーッと消えていくので、ここまで全部消えて最初と最後が残るよと。で、F1 はっていうと1ですよね。1マイナスこれですよと。つまりこの値っていうのは1マイナス Fn たす1。この K を N に変えたものですから、N たす1の階乗分の1と。ということで、これ、示すことができましたと。これで、1個目のやり方は終了です。続いて、別解ですけれども、数学的機能法でやってみましょうか。まずは、n が1の時はっていうと、1を代入すると、2の階乗分の1。イコール、こっち側は1入れると、1マイナス2の階乗分の1。で、これは、両方2分の1になるので、成立しますよね。これは成り立っているよと。じゃあ、n イコール、2の自然数 k としてあげて、2の自然数 k で成立すると仮定しましょうと。これを成立したと。つまり、ここ n を k に変えたときに成り立つと、これが成り立つということを仮定したときに、つまり、2の階乗分の1足す、3の階乗分の2足すって言って、k 足す1の階乗分の k ですね。ここ k に変えたもの。イコール、1マイナス、k 足す1の階乗分の1。これが今成り立っているよと。で、この時、この k を k たす1に変えたものが成り立つよっていうことを言いたいわけですから、これに k たす1の時、つまり k たす2分の2の階乗分の k たす1ですね。ここ k を k たす1に変えるとこれですよと。で、これを追加しましょうと。じゃあ両辺にこれを追加してあげるよと。そうすると、今これが成り立っていると仮定しているので、これは成立しているよと。で、それに両辺同じものを足しますよと。そうすると、この左辺の部分っていうのは、ちょうどこの k を k たす1に変えたもんですよね。で、こっち側が、この k を、この n を k たす1にしたものが成り立つよっていうことを言いたいよと。じゃあ、あとここ処理していきましょうと。1マイナス k たす1の階乗分の1、プラスの k たす2の階乗分の k たす1なんですが、ここ k たす2にしてあげてマイナス1にしましょう。で、そうすると、ここ、k たす2で1個割れて、k たす1の階乗分の1ですね、ここは。k たす1の階乗分の1、で、マイナス、こっち側、k たす2の階乗分の1ですから、こうなるよと。ここの部分っていうのはこうなるよと。つまり、これ、計算すると、ここは、バッサリ消えて、これになるよと。つまり、これっていうのは計算すると、1マイナス、k たす2の階乗分の1という形になって、この n を k たす1にしたときに、成立しますよということが言えましたよね。今 n が k の時にこれが成り立つと仮定した時に n を今 k たす1にした時も成り立っているよということがこれで言えたので、これで数学的機能法により成立しますよということですね。以上です。ありがとうございました。